皆さん、頑張ります。ういで、まあちょっとわけわからんこと言いながら進んでいくんだけど、また見逃さんかった俺は。うわー、これさ、暗いステージってさ、なんかファイヤーボールポンポン投げてさ進んでいける感じのステージじゃなかった？暗いね。けどさ、これファイヤー取ったらさ、なんだろう、危ない明るくはできるけどさ、これで敵倒したらさ、おじゃる丸みたいな。あ、入れた。だからちょっとここはね、ファイヤーボール取らずに暗闇で頑張る。これもいらんなー。1キャップ取ろう。よし、1キャップ取って、ここだけ？本当にそれだけ？え、でもさ、このステージ難しいから、なんかさ、スターコインとかなんか見逃しそう。普通に暗いな。とにかく、あ、でもこいつは結構明るいな。いや、いらねん。ミッケ、まあミッケというより俺はどっちかといえばあの、あっち派でしたけど、ちょっと待って、これなんかあんのかこれ。ちょっと待って、上になんかあるとかだったらなんかあるんだけど、なんもないんかい。なんかさ、あの小学校の図書館とかでさ、なんか迷路みたいななかった？なんとかの迷路みたいな、なんか物を見つけて、なんか隠れてる絵を隠し、なんか隠し絵みたいなやつ、なんか隠し絵みたいなのがあるんだけど、なんかそれをなんか待って、これ使ったらさ明るくなるけどさ、また俺がまたなんかスターなのに敵を避けなきゃいけないっていう、なんか謎の症候群が始まるから、ちょっとスターは取らないんだけど、これ下行けば取れる。これ何個目だ？1個目だ。マジか、1個目か。日本語がよくはげてるのか。さあ1個目のスター、1個目じゃねえわ。よいしょ、危なー。もう食らったけん危ないっていうのはもう言うの遅いんだけどさ、コインが、コインじゃなくてキノコがちょっと欲しかったりするんだな。なんでそんなちょっとあの裸の大将みたいになって、これ下、あ、ぶわー、マジで暗い。このさ、ファイヤーがさ、そのファイヤーだけがさ頼りでさ、な、俺マリオパーティーで逃げるじゃん、これ。さあキノコを取ってって、さあ2個目のスターコインをゲッチュ。あれ、これさ、ミニのさあれいるかなと思ったんだけどさ、ミニマリオになってなんかやるみたいな、そんな感じかなって思ったんだけど、そんなか、でかいな、そんな感じ。怪しいね、もう圧倒的に怪しい、この上。いや、もうね、いや、もう、はい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 、押さえてね、ごめんね。さあ、じゃあ3つ目しっかり取って、きた、一気アップチャレンジ。あ、じゃあ一気アップチャレンジしたらいいか、俺倒しちゃいかんのや。はい、ここで一気アップ。あれ、いつみマリオ、マリオってさ、いつみマリオって本当に言うんかな。俺も入ってみる。多分左に繋がる通路だと思うんだけど、なんもないんかーい。ごめんけどね、俺、ああいう、ああいう P スイッチのね、ギミックはね、ちょっとあんまり、興味がないんでね、そんなやりません。ただ、こういうギミックにはちゃんと気づいていくスタイル。なんか、覚え、なあ、セミうるさいなあ。スターコインじゃないんかい、それも。なんでもよ、もう。これさ、外のセミがさ、今、ミミ鳴いてるんだけどさ、俺、なんかその、なんだろう。あれなんだよね、洗濯物にさ、あの、セミがさ、ついててさ、あの、なんか、まあ、今、うぅ、洗濯物にセミがついてて、なんか来たんだけど、なんだあれ。それでさ、なんかセミがついてる。左じゃないの？いや、でも、無理じゃない？さすがに。さすがに無理だよな。さすがに、じゃあそのまま上行くか。何の話したっけ？そう、なんかセミが、で、まあ、セミがね、洗濯物に、ついてるせいでっていうのかな、なんかわかんないんだけど、それでびっくりするんだよね、普通に。なんか、え、お前いんのかよ、みたいな。なんでやねん。さあ、帰ってきましたよ、というわけで、
そろそろ中間がね、多分あると思うんだけど、てかまあさっき本当に中間の寸前で多分、なんだろう、ねえ、死んだんだよね。死んだというか、もうカロンが死んだんだよね。カロンが死んだっていうか、カロンがなんか、ねえ、なんか壊れたというか、なんかまあ、いやー、どこにだっけか。パワーブロックで、本当に、なんとなくの記憶なんだけど、ってはいるんだけど、本当にそれなりすぎて、でも意外とそのそれなりがね、本当に明確に覚えてたりするもんなんだよね。あの 100% いらんわ、この部屋 !100% 全部覚えてるかって言われたら、そういうわけではないんだけど、けど、やっぱある程度は、危なある程度やっぱ覚えてるんじゃないんかなって思うんだよね。やっぱりこのゲームもさ、やっぱみんなやっぱやってきてるじゃん。で、やっぱマリオってさ、本当に偉大じゃん。もう偉人じゃん。もう俺的には本当にもう本当に偉人だと思ってて、あの、何クリスティアン・ロナウドとか、メッシとか同じぐらい俺は偉人だと思ってて、マリオは。本当に。それぐらい偉人。アンチ見ますよ、アンチ。ね、マリオのね、絶対にアンチがあるんですよ。絶対とは言わんわ。絶対とは言わんけど、もうほぼ 100% と言っていいぐらいアンチがある。とみんな真似してよう。で、これ帰ってきた時に、はい、終わり。ぬるゲーでしょ？え？よし、じゃあ2-4だな。2-4とかって言ったらさ、なんかさ、俺2年4組なんだよねとかって、しょうもないこと言ってる皆さん、こんにちは。どうも、ベイです。風に流されていく。俺のしょうもないトークが風と一緒に流されていく感じで滑っていったんだけど、さ、このステージはもう思い出どっぷりの、もうたっぷり詰まった、トップよりたっぷり詰まったよ。もうトップより中身食べ過ぎみたいな。みたいな感じのステージ、なーってきて。なんかあのマリーの死なさ、マリ、よいしょ、あれ、もう一回入っていい？さすがに絶対入れるでしょ、あれは。え、入れんの？あの土管の位置で、あ、いやー、危ないな、土管に入れんことある。絶対嘘じゃん、それは。マジで言ってる？まあいいか、まあいっか。で、はい、よし。で、プロペラがあるんだけど、まあ、このね、プロペラはマジで大事にしていきたくて。あ、はい。でもさ、スターコインがさ、1個目ってやばくない？さすがに何かあるっしょ。え、これ1個目かな？これ1個目取り逃してるやつない？これが1個目だったらいいんだけど。はい！やっぱ2個目だよね。あら？思い出があるとかほざきながら、堂々と1個目を逃していくんだけど。1個目、もう戻りたいけどめんどくさいけどいいや。ふっ、風が来た時に一緒に、あの、ハンターハンターの最初のハンター試験で卵取るやつみたいな。わかるかな？なんか鳥かなんかよくわかんないけどさ、なんかエミューがなんかわかんないけど、なんか卵があるんだけど、その卵を、なんか風が来た時に、来た！で飛んで、なんかみんなが綺麗に飛んでいくやつがあるんだけど、じゃないとなんか卵が取れないみたいな、なんかそういうシーンがあるんだけど、いやーちょーっ、みんなこれ知ってる？知ってるというか知ってるよな。はい、さあダブルツーアップしていって、なんかまた違う、プロペラでよかった。俺プロペラに生まれてきてよかった。本当に。また次回作っていうか、あの Wii じゃなくて、あのスイッチでさ、あのニュースーパーマリオブラザーズのなんだっけかな、デラックスかなんかが多分あるんだけど、それをちょっとね、これがね、実況終わったらちょっとやろうと思ってて、まあ、それもちょっと同じルールでやろうと思うんだけど、そっちに関して、ちょっと黙るわ。ピポンって言うの、聞こえたかな、今。ウィーリムコンがさ、ピポンってなるんだけど、なげえな。聞こえたか、ちょっと定かではない。わからんけどさ。いや、そっちの方は、本当に完全初見。こっちは別に、
あの、いや、ちっちゃい頃にやったことあるから知ってるんだけど、だから生き方も全部ではないけど、なんとなくは知ってるから、ちょっとね、見てて面白くないって思う人もいるかもしれないんだけど、そこは許してくださいねって話なんで、やっていきましょう。いくよ。これだ、今。ウィリモンもちょっとマイクに近づけてんけど、ピボンピボンって言うんやけど、これはしっかりとこれを振って、ハロンをしっかりと踏まずに、あいつらが落ちた分に関しては俺のせいじゃない。もうそれは知らん。で、コインコインコインよし。で、ここでコインを P にしといて、で、P がコインになることで、ここを通れるんだろう。いくよ。あれ？あれ？ほら、言った。めっちゃじらすやん。本来だったら、ここで多分、結構悩んで、なんか、なんだろう。悩んで、あ、違ったー、ここじゃないのかー、みたいなのを多分友達とやったりするんだけど、もう上下真ん中っていうルートを、まあ、知っちゃってるがゆえに、なんか簡単に終わっちゃうっていう良くない。さあ、2のステージ。ロイちゃんだよね、ロイちゃん。シャークシャクチキン！面白いな、カメック。これどういうステージ？土管か。これさ、降りてこいよ。ほい。だよね。だと思った。アンチじゃん。こんなことする必要あるのかって言われたら多分ないんだけど。それでもう一回土管戻るんだけども、土管戻らないで、もうこいつが逃げるんだよ。俺がこいつ追いかけよう。もう食らって食らって、俺がこいつ追いかける。で、出てきた瞬間に踏んでやる。ちょっとまずい。ほい。さあ、今度こそかっこよく鍵取れる選手権やるよ。やっぱこれが一番シンプルよな。見て、これ魔法の鍵やから。これ鍵持ってるじゃん。見て、鍵開ける必要ないから。これ何の鍵やねん。教えてくれや、任天堂。何の鍵やこれ。それを開けるための鍵じゃねえんか。うん、さっきと同じ挑発されるやん。ごめん、なんかめっちゃ鼻声になってきた。いや、まいよ、その一瞬でさ、飛べよ。お前は猿イカか。同じことを言われたらもう一回するんか。ちっちゃい子と一緒やぞ、お前。重速こぼしてごめんなさいじゃない。もう一回こぼしたら怒られるぞ、ママに。ママに言いつけてやる。さあ、次回はワールド3からだね。ここがね、ごめん、めっちゃ鼻声になるわ。ここは本当に思い出あるんじゃないんかな。で、こいつレミーだね。レミー。一番最初パート1の時に、あの、風船じゃなくて大砲で飛ばしたペンギンマリオがね、こっから出てくるんで、よかったら次回また遊びに来てください。では、パート2これでおしまいなので、チャンネル登録よかったら高評価よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。